古川市は宮城県北部大崎平野の中心に位置していた市である。1950年に市政施行し2006年の市町村合併により大崎市となったため廃止した。旧市域は大崎市の中心となっている。本校では市政前の名称である古川町についても述べる。宮城県北部大崎平野に位置し平坦な地形である。突起なき場合、 日本の歴代市長、市政志向100年の歩みなどによる、宮城県北部の中枢都市として、企業の支店、営業所が数多く立地し、小売店舗の数も多かった。晩年は、郊外型の大型店舗と住宅地開発が進み、消費生活圏の中心が、郊外に移行、中心部の商店街の衰退が進んだ。指定金融機関は、当初は、 特用指定銀行であったが、同行の経営破綻に伴い、指定金融機関は77銀行、店舗は宮城第一信用金庫、預金等は仙台銀行、仙台信用金庫、宮城第一信用金庫へそれぞれ変更となった。なお、合併後の大崎市の指定金融機関は77銀行となった。農業が盛んであり、笹二式一目惚れ。 マナ娘などの米品種を誕生させた古川農業試験場でも知られた。以下は各種産業の統計である。なお、一部の数値は試写誤入されている。ありがとうございます。